の街ぶらり岡崎発見隊は市役所のほど近く朝日町に来ています。そして今日の目的はじゃじゃん、岡崎市の郷土館って公開中止になってるじゃないですか。すいません、はい、郷土館昔の糠田郡公会堂と物産陳列所は何分古い建物なので現在は公開中止になってるんですよ。でもこれ見れないんじゃ私何のために来たのか。ただ2つの建物とも国の重要文化財に指定されていて岡崎市にとってもとても大切なものなんです。だから今日は荒川さんを特別にご案内しようと思ってるんです。え、特別に？はい、私だけ？はい。素敵な洋館ですね。なんかこう西洋の文化を一生懸命取り入れようとした明治の日本人の息吹を感じますね。いいえ、公会堂は大正時代に作られたもので、なんかこう大正ロマンを感じますね。なんだか明治の武骨さじゃなくておしゃれな。糠田郡公会堂ができたのは1913年大正2年。設計は愛知県土木技師であった吉田栄三。鳥取の神風閣という重要文化財にも関係の深い建築技師です。さらに今に残る棟札には大工、石工などの名前が記されていて、岡崎だけでなく広く近隣から優秀な職人を集めたと思われます。つまりその時代の技術の粋を集めた建物だということ。それだけに建築費は当時のお金で2万円という風になっています。2万円？それって安くないですか？今のお金でいうと2億円かそれ以上になりますね。え、2億円ですか？それ聞いちゃうとますます重要な建物に思えますね。木造ですよね。ルネサンス式の木造平屋建てで、横はおよそ26メートル、幅はおよそ14メートルあって、上から見るとアルファベットの E の形をしています。あの屋根の柵は何ですか？鉄製の飾り柵ですね。あの部分で屋根が2段に分かれているのもこの公会堂の特徴なんです。それから玄関の上の手すり、これも装飾なんですけど、当時の洋風建築を知る見どころの一つなんですよ。さらに漆喰で作られたレリーフ、建物下部分の石のカーブ、どの部分も工具の発達した現代でも難しい作業が手仕事できっちり仕上げられています。じゃあ中に入りましょう。はい、その前にこれをかぶってください。え、ヘルメットですか？はい、建物が古いので耐震性などの問題もあって、それで公開中止、もったいないですね。なんとかみんなも見ることはできないんですか？そうした要望もあってかどうか、赤嶺歴史教室で旧糠田郡公会堂と物産陳列所の見学会が企画されました。参加した郷土の歴史をもっと知りたい人たちに大人気です。講師は愛知産業大学昌平教授で石の彫刻家としても知られる大野育夫さん、いわば石の専門家。その見どころポイントはやっぱり石。吉田栄三という建築家の意匠ですよね。それをどこまで平面のものを立体にして再現した時に美しくなるかっていうところでは、かなり入れ込んでいるっていうか、挑戦的な仕事をしている。被弾になる部分がほとんど石造りなんですね。その石のですね、表現、仕上げ方が非常に美しい。石ってやっぱりこんなに柔らかいものなんだなっていうのが分かる、その作りが何箇所もあるんですね。部分的にはその階段のところの開いたの隅っていうか角の R 字立てもそうです。なんといっても男性用の便器ですけど、そこに使ってある石の R なんかを見るともう頬ずりがしたくなりますね。左官の技術は大変な技術ですね。明治の頃には大変有名な方が何人かいますけれどね、その方々の仕事と比較しても劣らない美しさ、出来の良さ、これはもう本当に岡崎が誇るべき遺産だと思いますね。そしてもう一人の講師は歴史に詳しい岡崎市文化財保護審議会委員の内田直之さん。こうした文化財を次世代に残すことを大切に考えています。子孫が先祖のこの残したね文化遺産を、この目で見ることによってですね、文化の伝承といいますかね、さらに素晴らしい文化を築いていくその元になっていくんではないかなと、という意味から文化遺産をですね残す意義はあると思うんですね。行政がいくら頑張っても市民が自分たちの文化遺産を守ろうという意識にならないと、もうどんどんなくなっていきますから、これはもう絶対的な必須条件ですね。こうした試み、参加した皆さんはどのように考えているのでしょう。来たことあるんですけど、そういうふうに石のそういうアーチとかトイレのアーチの綺麗さとか、そういうのを見たことがなかったので、すごく新鮮でしたね。普段は気にも留めないようなことを、ね、先生がすごく熱心に語ってたんで、あ、そういうことかと。でそれを聞いた後に実際現場を見て、あ、大変なんだなっていう感じですよね。今日いろいろと歴史的なお話を伺って、こんな素晴らしい技が施されてたのかと思って、ちょっと岡崎の持ってる財産というか誇りに思いましたね。分かる、その気持ち。こうして中を見せてもらうと、よりこの建物が好きになりますもんね。荒川さん、何か忘れていませんか。そうでした、物産陳列所、そちらも行ってみましょう。東海道がピンク、そしてこちらが鮮やかな青、なんか色だけじゃなく雰囲気も違いますね。はい、東海道はルネサンス式だったんですが、こちらはゴシック式の建築になっています。建てられたのも東海道と同じ大正2年です。もともとは東海道と向き合って建てられていたんですよ。じゃあここは昔は相当なハイカラスポットだったんですね。わあ、あ、真ん中だけ天井が高いんですね。そうなんですよ。数々の行事が行われた公会堂とは違って、こちらは展示場。そのため荷物の搬入をしやすくする高い中央天井や、光を多く取り込んだ明るい室内が特徴です。いやー、建物がこんなに面白いなんて、やっぱりもったいないですよ。みんながこれを見れないなんて。なんかこう、みんなが見学できることはできないんですか。先ほど耐震性がないと言ったんですが、補強して見学できるようにするためにも修繕の実施が必要になるんです。今後皆さんに見学していただけるように、保存活用計画の策定など、そういった作業を進めていきたいと思っています。大正2年にできた旧額田郡公会堂と旧額田郡物産陳列所。大正5年の市政施行によって岡崎市公会堂、岡崎市物産陳列所と名前を変え、名実ともに市のシンボルとなりました。その役割も郷土館、体育施設と変えながら、現在にまで大切に受け継がれてきたのです。残念ながら今はその外観しか見ることはできませんが、そこには当時の職人たちの熱い思いと技術が刻まれています。今日私だけに公開でしたよね。私だけに。はい。ちょっともう一回公開の方見に行ってもいいですか。はい。行きましょう。